このソリューションは普通自動車及び軽自動車の営業車両を対象にした運行管理を手軽に実現するテレマティクスサービスです。営業車両の管理に関わる様々な課題を解決し、ドライバーにとっても業務が楽になる仕組みを提供します。こちらがこのソリューションの車載機です。設置はエンジンをオフにした状態で車両の OBD コネクタに差し込みます。ランプが緑色に30秒ほど点滅した後、点灯に変わります。さらにオレンジの点滅の後、消灯すれば完了です。作業が完了したらエンジンをオンにし確認を行います。ランプが緑色に15秒ほど点滅した後、点灯に遷移すれば正常に取り付け完了です。何らかの原因でエラーが出た場合、ランプが緑色に点滅した後赤色に変わります。エラーの場合はサポートセンターにお問い合わせください。2002年以降にリリースされた国産のガソリン車はすべて OBD コネクタを搭載しています。ただしお使いの車種により OBD コネクタの位置が異なります。取り付け位置を示した説明書を車載機に同梱しますので、そちらも参考にお取り付けください。 OBD コネクタの位置によって車載機が取り付けにくい場合は延長コードを利用して取り付けることも可能です。